アイントリングは、ドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、関区のアイヒャッハイコールフリートベルク軍に属す、市場長でアイントリング行政共同体の本部所在地である。この町は、ドイツの古代サッカーリーガの一つである、バイエルンリーガで、長年プレーしている、サッカークラブチーム TSV アイントリングで広く、知られている。アイントリング水浴場も有名である。 アイントリングエンボーアイントリングはアウクスブルク地方に位置する。この町は公式には11の地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。この町の創設は6の7世紀の入植に始まる。1033年に皇帝コンダーアート2世はウーダルシャルク伯領内のエニリングの横領をすべての権利や関連する財産とともに フライジング市教エーギルベルトに送った。市場開催権の付与は1479年になされた。その後この市場長は、バイエルン選定公領のミュンヘン会計局及び、アイヒャッハ裁判所に属した。アイントリングは、ある程度の行政権を含む市場開催権を有していた。1906年に地域病院が建設された。 1991年の軍立病院閉鎖後は老人ホームに転用されている。町長はゲルトルートヒッツラーである。彼女は2020年3月15日の選挙で町長に選出された。町議会は第一町長と15人の議員からなる。ありがとうございます。